ワコーズの D01 入れます。ちょっと今これキャップ開けたら、前はね普通に開いて内蓋があったんですけれども、今はなんかちょっとこうひねったらここにねパリパリっていう風な感じで開く仕様に、仕様が変更されたようです。それでは入れてみます。キャップ外して、でこれですね、ここの部分が仕様が変わったみたいで、こうパキパキっとこう、ちょっと今開けちゃったから言わないですけどね、これで入れていくっていう感じです。測ると本当はいいんですけどもね、測るのがないので、あ、これで振るとこう振ると、今ちょうどこの親指のここでチャポチャポいってますので、まあ、大体半分。ですね、とりあえず半分入れてみます。量は 1% 以下ぐらいですね。60リッターで 500cc なんで 0.8 とかぐらいなので、ちょっとそれぐらいでやってみます。で今燃料満タンにしました。満タンにしたら 11.7 キロぐらいだったので、そんな悪いとかっていう感じではないですね。でこれを入れたからどうなるのか、まあ、まあ変わんないとは思うんですけれども、まあ、ちょっと見ていきたいと思います。前回はねそんなに変わったとかっていう感じではなくて、 0. 何キロか1キロいかないぐらいの、ね、燃費向上というか、それはあったんですけども、まあ、誤差ぐらいかなという感じだと思います。で今回どうなるのか、またあともう1回入れますので、引き続き動画に収めたいと思います。ディーゼル1 2回目入れました。今回は 12.7 キロでした。まあ1キロアップって言ってもちょっと、あんまりこう渋滞とかがなかったから誤差かなという感じです。もう1回これで空になって燃費測って、その後満タンにしてもう一度燃費測ってみます。今満タンにしました。ディーゼル1今回はなしで、軽油のみです。でこれでもう一回燃費を測ってみて、どのぐらい変化があるのかちょっと見てみたいと思います。今回の燃費は 12.3 12.7、その前が 11.7 だったので、まあちょっといいかなぐらいなもんですね。でまた燃費測りましたらご報告いたします。それと最終的な感想みたいなものをお話しいたします。まあ今乗った感じでは前回と同様あまり変化はないですね。音にしろ振動にしろ、まあ、燃費も誤差範囲内かなといったところです。それではもう一度燃費測りますのでよろしくお願いします。3回目入れて、この間1回目が 11.7 で2回目が 12.7 で今回が 12.5 だったので、まあ誤差ですね、誤差で。ディーゼル1に入れて、で今回はこれ軽油だけですね。なので、まあ、12キロ台後半から12キロ台後半なので、入れたからといって燃費が良くなるという感じとは違いますね。あと静かになったとか、まあ、その辺もありませんし、まあ、普段と変わらない感じですね。でじゃあ効果がないのかって言われると、好調、調子の維持っていう意味では効果があるのかなといった感じです。やっぱりこれ距離がね、そんなにまだ今4万2000ぐらいしか走ってないので、それなりに距離を重ねた車とはちょっと、また距離重ねた車だったらまた違ったのかもしれませんという感じで、前回から1万何千キロか走って、もう一回フュエル1じゃないディーゼル1を置いてみました。でエアコンなんですけれども、エアコンは3回とも25度でオートの設定のまんまなんですけれども、さすがにこう3回燃料満タンにして空にするまでってなると、今日もそれなりに走っちゃったんで、急に暖かくなったり気温が下がってきたので、エアコンのねあれが動いてるのが、エアコンコンプレッサーが動いてるのが
ちょっと時間違うかなっていうのはあるんですが、まあ、それでも燃費自体はそんなに誤差範囲の中かった感じです。まあ、体感できるような感じではないんですけれども、また1万キロで入れるよりも1万5000ぐらいか、もうちょっとしてから入れてもいいのかなという感じでございます。ご視聴ありがとうございました。